案内申し上げます。ご来園の皆様にご案内申し上げます。本日は今日一日、水郷田原あゆめパークでどうぞおゆっくりとお楽しみください。花見のそして船頭をお務めいただいているのは、ただいま皆様にご覧いただいているのが嫁入り船です。花婿さん、花嫁さん。さあ、橋の上からもおめでとうの声が届いています。色とりどりの美しい花しあぶが見頃を迎えておりまして、お二人をすぐ来るところです。おめでとうございます。本日は大勢の方々にご来園いただきまして誠にありがとうございます。ただいま嫁入り船を紋付き羽織袴姿の本日は誠におめでとうございます。ありがとうございます。挙式開始まで今しばらくお待ちください。なお、本日の挙式にあたり、香取神宮の予約してあるよ、もちろん。料亭とは予約。ザリガニ釣りさせてあげるように。ほら、出番に行くと。ちょっと動くだけであれだね。それは警戒してんだろ、向こうだって。もう捕まりたくねえから。そうさ。これいいな。あれ。様の末永くお幸せに。さあ、そしてご家族、ご親族の皆様にもお招きいただきます。本日はご結婚誠におめでとうございます。梅雨の晴れ間のお天気、本当に今日はお天道様。さあ、こんなお二人、夫婦としてご誕生いたしましたが、新郎新婦からさまざまお話をお伺いしておりますので、ご紹介いたしましょう。新郎新婦の出会いについてお伺いいたしました。新郎の智也さんから、私たちが初めてただいまからゆっくりと嫁入りこれが静かに静かにご出発いたします。どうぞ皆様、大きな祝福をお願いいたします。令和5年6月17日、同じタイミングで伝え合っていたので、徐々に相関へと発展していくことができました。そんなお二人も確かな愛が、今日ここに思いの丈をお迎えになりました。さあ、そんなお二人、思い出についても教えてください。念願の飛行機に乗り、初めて2泊3日の沖縄旅行にも行きました。オーシャンビューを堪能できる天気ではなかったけれど、最高の思い出になりました。花さん、ありがとう。これからも花さんといろいろな場所に行き、たくさんの思い出を作っていきたいです。新郎から花さんへのメッセージでした。さあ、新婦花さんからもお伺いしています。私は運転があまり好きではなく、智也さんの運転する車の助手席に乗っているのがとても楽しいです。智也さん、遠くに行くときはいつも運転してくれてありがとう。ディズニーランドやディズニーシーに出かけたときは、海浜公園のネモフィラ、コキア、京成バラ園など四季折々の季節を楽しみながら過ごしてきました。智也さんと一緒ならどこに行っても楽しいので、これからも安全運転で旅行に行ったり、ディズニーランドに行ったり、たくさんお出かけしようね。楽しみにしています。新婦かなさんの新婦を乗せた船は今恋女のあたりをゆっくりとお進みいただいております。水面に浮かぶピンク色のスイレンの花も本当に美しいですね。本当にありがとう。新郎智也さんからのメッセージでした。本間家の皆様も私のわがままに付き合ってくださり、ありがとうございます。お忙しい中、休みを取って参列してくださり、ありがとうございます。お兄ちゃん家族、お姉ちゃん家族、おじちゃん、おばちゃん、まもなく嫁入り船が船着場へとご到着いたします。ご来園中の皆様から本当のことにおめでとうございました。